おはようございます。現在朝の3時30分です。3時半。今回はね、ここは高坂かな、広島県の高坂パーキングエリアで眠っておりました。広島からね、岡山県の納品に向けて走りたいと思います。納品時間が6時から6時30分、その間に入ってくれということなんで、時間をね、調整しながら走りたいと思います。まあ、多分ね、普通に行ったら今3時30分なんで、あと1時間半ぐらいで着きます。4時、5時、まあ、多分ね、5時ぐらいに着きますけども、まあ、途中ね、時間調整しながら走るという形取りたいと思います。よし、とりあえずぼちぼちね、走ります。はい、今ね、納品完了です。神が今からね、荷台の片付けをして、福山市ですね、福山の方へ向かいたいと思います。とりあえず荷台を片付けよう。よし、とりあえず荷台の片付け完了です。今からね、福山へ向けて走ります。
タイネさんお疲れ様です。モコです。今日もね、晩ご飯しっかりね自炊をしていきたいと思います。このねトラック生活、どうしてもね栄養が偏ってしまいますんで、今日はねしっかりね栄養補給したいと思います。今回は明日一社満載バラおろしありますんで、しっかりとね栄養の取れたメニュー、しっかりスタミナのつくメニューを作っていきたいと思います。今回調理しますのはこちら、豚バラカルビ焼きです。ね、もう炒めたらいいってやつ、これをもう焼いていくだけね。これ作ろう。これね若干賞味期限が2日ほど過ぎております。賞味期限が2日ほど切れているお肉でございます。大丈夫かな、しっかり焼けば大丈夫かな。ね、今日もなんかすげえ寒いみたい、すげえ冷えとる。今外ではね若干雪も降っておりますね。そんな寒い雪の中で快適空間でございます。さあ作っていこう。まあ中火でいいかな、中火でじっくり焼いていこう。結構分厚いお肉やな。あー、いい匂いがする、いい匂いがする。これにさらにちょっとパワーアップしようか。しっかり味がついてるんやけど、さらにパワーアップ、ニンニク、ニンニク入れちゃおう。そして生姜も入れちゃおう。生姜もこれで焼いていく。わあ、いい匂い、いい匂い。お、お腹が空いてきた。めっちゃいい匂い。ひたすら炒めるだけでございます。しっかりね焦げつかないように混ぜくってやろう。あとね、熱いの箸が短い。これ箸が短い。油がめっちゃ当たるんやけど。長箸がいる、長箸が。ね、賞味期限切れてるからさ、ちょっとね焼きすぎるぐらい焼こう。おお、いい匂い。ニンニクのいい香り。あ、やべ、落としちゃった。ニラが落ちて、スリッコに落ちちゃった。もうダメや、あれ。よし、もういいかな。もういいと思う。はい、ということで、こんな感じで完成しております。美味しそう。そしてね、今日、もう一品作ろうと思っております。もう一品。さっき出会った方に、キュウリを2本もらいました。キュウリ2本もらいましたんで、これもちょっと調理していこう。ジップロック、ジップロック。確かね、ジップロックがロックあったんやけどな。直したかな。あった。あった、ジップロック。ジップロックにこのキュウリ入れて、入るかな？ちょっと折ろうか。折って入れようか。お、すごいパッキパキ。新鮮なんかな？キュウリを入れて、これに少し味付けをしてやる。まず生姜。大体ですね、量は大体でございます。そして、ニンニク。お醤油、お醤油も入れてやる。ここにね常備しております豆板醤、大活躍豆板醤、これも投入してちょっとピリ辛風に仕上げる。豆板醤結構活躍しとるよな。ちょっと豆板醤多めに入れようかな。で、これでジップロックしてやる。これでジップをロックしてやる。空気を抜いて、ね、なるべく抜いて、ジップロック。そしてね、これを潰してやるんやけど、なんか潰すやつないかな？硬くて潰せるやつないかな？オッケー。あ、ジップロックが取れちゃった。え、これ取れるの？あ、ついた。あれ？取れる？これ。通り抜けるんやけど、これ通り抜けるな。しっかりね揉み込んでやろう、ね、味が染み込むように揉み込んでやる。あ、美味しそうにできた、美味しそうにできた。はい、ということで2品目、きゅうりの、なんていうかな、これきゅうり潰したやつ、きゅうり潰したやつです。完成。
ね、こんな感じで完成しております。ね、お肉の炒め物にきゅうりのお漬物かな、お漬物、あっという間に2品完成でございます。はい、ということでいただきます。まずはお肉よな、お肉、メインディッシュ、お肉から。うまい、このタレめっちゃうまい、タレがめっちゃうまいんやけど。めっちゃうまい、お肉いっぱいうまいな。そしてこのね、きゅうりの和え物かな、和え物ね、きゅうり食べてみよう。いただきます。きゅうりがめっちゃ新鮮、このきゅうりうまいな。パリッパリ、パリッパリのきゅうり、新鮮なんやろうな。今の時期新鮮なきゅうりあるんかな、まあ、あるんやろうな。これめっちゃうまい、このきゅうりでね、豆板醤もねピリ辛で美味しい。ちょっと入れすぎたかなって感じ、美味しい、美味しい。今日はね、しっかりパワーをつけて明日のね、バラおろし備えたいと思います。さあ、今からのんびりしよう。そんな感じで、また明日、またね。